現地時間の2020年8月12日、ジャイアンツ戦に登板した、ザック・グレインキー。メジャーを代表する先発投手の彼なわけだが、ある行為が注目を集めた。さっき見たように、ピッチングのサインを口で言っちゃったのである。でもそこは、さすがのグレインキー。バッターは撹乱してしまったのか、しっかり打ち取った。そんな姿に、実況も思わず大興奮。Another entertaining night watching Zach Greinke pitch baseballs tonight. まあ本当なら、もう少しこの試合を詳しく説明するべきだけど、他の媒体でも結構取り上げられているので、私は私なりに、グレインキーの魅力を伝えようと思っているので、今回のテーマはこちら。There's that Ephus pitch at 65 and Greinke gets his first strikeout. メジャーを少しかじっている人なら、今更言われるまでもないだろうけど、グレインキーがどんな投手なのか少しだけ説明。2019年までの勝利数は205勝で、現役のメジャーリーガーの中で3番目の数字。また、ロイヤルズ時代の2009年に1回だけ、サイヤング賞にも輝いている。まあ、そういうことは、少し調べればわかることなんでそれぐらいにして、彼には燃えるポイントがたくさんある。例えばサインも言っちゃうけど、グレインキーの発言というのは、かなり面白い。有名なのは、2012年に、ドジャースと契約した時の発言。グレインキーは、最も高い金を払ってくれれば、最悪のチームでもプレーする、と言ったんだとか。またさっき言ったように、ロイヤルズ時代の2009年、彼は、サイヤング賞を取ったわけだが、今までもらった中で嬉しかったのは、サイヤング賞じゃなくて、その記念にもらった、日本刀だったらしい。そしてこの発言が、私的に一番面白いのだが、グレインキーは野球を愛するあまり、恋人に対して、君は一番好きな存在に近いとすら言えない、と言ったことがあるんだとか。他にも色々、グレインキーには名言があるんで、探してみればもっと彼のことが好きになると思います。Greinke bidding for one more! It's gone!グレインキーは今アメリカンリーグにいるし、もし来年以降もナリーグが DH を続けたら、これを言っても意味がないかもしれないけど、グレインキーは、ピッチングだけじゃなくて、野手の能力も優れていた。ポジション別の打撃タイトルである、シルバースラッガー賞を取った2019年、彼は9割に近い OPS をマーク。この数字は、50打席以上の選手の中でも63位。打者顔負けである。せっかくなのでもう少し詳しく分析してみると、グレインキーの凄さがよくわかる。大リーグでは、バッターの能力を測るデータとして、打球速度がよく使われているけど、グレインキーの2019年の打球速度の平均は、88.9 マイル。この数字は、ジョーイ・ボットや、チャーリー・ブラックモンといった強打者よりも速かったのである。グレインキーは、とても打撃に自信があったらしく、ロイヤルズ時代には、スランプに陥っていた同僚のアレックス・ゴードンに、バッティングのアドバイスを送ったんだとか。SB ネーションによると、この2005年に放った、初めてのホームランの映像を何回も見せて、これ以上のことをやるんだ、と言ったんだとか。実は、グレインキー、高校では野手だった。高校通算の打率は4割で、ホームランは31本。本格的にピッチャーをやり出したのは、3年生かららしい。グレインキーはかつて、野手としてもメジャーでやってみたい、と言ったことがあるけど、もしそうなったら、大谷翔平よりも先に、二刀流になっていたかもしれないのであった。グレインキーは2009年に、サイヤング賞を取るわけだが、その3年前、彼は、野球場に行くことさえできなかった。医師から診断されたのは、社会不安障害。人前に出ることで、極度の緊張や不安が起こる病気である。2005年のオフに診断され、2006年は、ほとんどの時間を治療に当てた。彼がメジャーに戻ってきたのは、シーズン終盤の9月。リリーフとして3試合、マウンドに上がっただけだった。当時の報道によると、グレインキーは、病気のために、もう球場に戻るつもりはなかったんだとか。しかし、グレインキーは戻ってきた。彼が言うには、病気はコントロールできているというが、まだ心ないファンやメディアは、そのことに懐疑的だったりする。しかし、グレインキーはそんな声を結果で跳ね返してきた。2019年のリーグ優勝シリーズで、
ヤンキースファンが病気のことを揶揄した時も1点に抑える好投を見せた。そんな感じ。一見クールだけどユーモアがあって人間味にあふれるグリーンキー。そういうことで彼の萌え指数は星2つ半です。終わりです。